ニュルンベルクの中央広場、ハウプトマルクとの売店に並ぶ、様々なブルスト・ブラートブルストは、通常子牛肉、豚肉、または牛肉で作るソーセージである。この名前は、ここをドイツ語のブレートブルスト・ブロットワーストから派生した。ブラッドマイナスは、ソーセージの製法を示すのが、本来の意味であるが、現在はドイツ語の動詞、ブラッテンと連想されることが多い。 ブルストは普通、グリル、または、フライサレルが、ブイヨン、またはビールで調理することもある。ドイツで最古のブラートブルストは1313 13年に、遡り、ニュルンベルクのフランケン地方の文献に見られる。フランケン地方は今なお、グリルしたソーセージの世界的に著名な中心地である。 ミュンスター市場のブラートブルストフレンキッシェ、ブラートブルストニュルンベルクロストブラートブルスト、ロストブラートブルストドライムウェグラ・トゥーリンガー、ロストブラートブルストブラウェツイプフェルプレッツェル、ソエコの料理の調理法は、地域や地区によって異なり、ドイツのブラートブルストは40種類以上あるとする、文献もある。最も有名な種類の発祥は、フランケン地方。 その北隣の中林原州及び近隣の地域である。ソーセージを供する方法も地域により異なるが、最も一般的には、ブレートヘンと共に辛さを抑えたマスタードをつけて軽食として供する。パブの料理としては、ザワークラウトやポテトサラダを添えて供されることが多く、場合により色が濃く皮が硬い田舎のライムギーパン、稀にプレッツエルが供される。 ドイツ語圏の国で非常に一般的なファストフードであり、路上、街角や駅構内などの小さな店や屋台で調理、販売されることが多く、精肉店の軽食コーナーでも提供される場合がある。フレンキッシュ・ブラートブルスト、フランケン地方のソーセージは、比較的長く太い粗挽きソーセージであり、フランケン地方全体で一般的であり種類は少ない。 歴史は1573年まで遡る。特徴的な材料はマジョラムで、味はニュルンベルクブラートブルストに似ているが、その大きさと粗引きゆえにより肉汁が多い。フレンキッシェブラートブルストは伝統的にザワークラウトやポテトサラダを添えて供されるがマスタードは添えられない。客の多くはこの伝統を無視して、たっぷりのマスタードを要望する。 コーブルク風ブラートブルスト、フランケン地方の都市コーブルク発祥のブラートブルストの最古の文献は1498年である。15%以上の子牛肉、または牛肉を材料に、塩、胡椒、ナツメグ、レモン側のみで風味をつける。粗引きで、長さは約25センチメートルである。 伝統的に、松ぼっくりの火でグリルし、ロールパンに挟んで供される。クルムバッハ風ブラートブルスト、フランケン地方の都市クルムバッハ発祥のクルムバッハ風ブラートブルストは、細かく刻んだ小牛肉を主な材料とし、細長い。ニュルンベルクロストブラートブルストフランケン地方栽培の、 都市ニュルンベルクの小さく細いブラートブルストは、最古の文献が1313 13年である。長さは7から9センチメートル、重さは20から25グラムで驚くほど小さい。ドイツで最も有名と思われる、このソーセージ、ニュルンベルク・ブラートブルスト及びニュルンベルク・ロスト・ブラートブルストは、2003年から EU 方言産地名称保護制度のもと保護され、 ニュルンベルクのみで生産される。ニュルンベルクでは1997年に、ニュルンベルクブラートブルスト保護協会が設立された。豚肉を材料とし、新鮮なマジョラムで、独特の風味を与え、伝統的にブナ材の火でグリルする。メイン料理として、6、8、10、または12本一組でピューター皿に、ザワークラウトや、ポテトサラダともに、 少量の西洋わさび、またはマスタードを添えて供される。軽食として、しばしば路上売店で、ドライイムベクルないし、ドライイムウェグラとして販売され、好みにより、香辛料として、マスタードを添えて販売される。グリル以外のニュルンベルクのソーセージ調理法は、調味した酢と玉ねぎのブイヨンの煮込み調理であり、ブラウエ・ツイプフェルと呼ばれる。 ビュルツブルガー・ブラートブルストビュルツブルガー・ブラートブルストは、フランケン地方の都市ビュルツブルグ発祥である。大きさは、トゥーリンガー・ロストブラートブルストと同様であるが、材料にフランケンワインが含まれる。トゥーリンガー・ロストブラートブルストトゥーリンガー・ロストブラートブルストは、チューリン群衆の辛いソーセージである。 長さは15から20センチメートルで細長く、伝統的に炭火でグリルして、マスタードとパンと共に食する。チューリンガーロストブラートブルストの名称は、EU 方言産地名称保護制度で保護される。2000年に、チューリンゲ州の都市、アルンシュタットにて、1404年のブラートブルストに、関する最初の取引記録が発見されたことに橋を、発し、 トゥーリンガー・ブラートブルストとものカイフロインデデア、ツーリンゲ・ブロットワースト EV が2006年に設立された。同年、この教会は、ドイツ、第一ブラートブルスト博物館、エアステス・ドイチェ・ブラットワーストミュージアムを、アルンシュタット近郊ワクセンブルク・ゲマインでの、ホルツハウゼン村に設立した。2メートルの高さの木製のパンに挟んだブラートブルストの記念像で、 博物館への経路を宣伝している。ノルトヘッシュシェブラートブルストノルトヘッシュシェブラートブルストは、トゥーリンナーロストブラートブルストと似た味である。粗挽きの豚肉を材料とし、調味料でたっぷり風味付けする。長さは、約20センチメートルである。伝統的に、木材の火でグリルして切り開いた、ロールパンの上に乗せて、マスタードを添えて強される。 ローテブルストローテブルストは、シュバーベン地域で好まれるブラートブルストである。ボックブルストと類似しており、細かくひいた豚肉とベーコンが材料であり、味は辛い。グリルやフライの調理中に割れないように、ソーセージの端に印の切れ目を入れる。調理により切れ目が開くが、ソーセージは割れず、伝統的な形状になる。ブラートブルストは、アメリカ合衆国。 特にドイツ系祖先グループが最大のウィスコンシン州で一般的な種類のソーセージである。最初にドイツ移民により北米に持ち込まれより有名なホットドッグと並んで夏の野外料理の定番となった。ウィスコンシン州はまた炭火でグリルする前にビールでブラートブルストを茹でる名物料理ビア・ブラッドの発祥地である。ブラートブルストは 1920年代に、ウィスコニシン州、シボイガン群で広まった。一般的に、肉屋が注文を受け、新鮮なブラートブルストを届けるため、手作りするのが通常であった。ソーセージの脂肪分は、日々の配達で腐敗を防止するために、十分な量であった。脂肪分のほとんどは、炭火での調理で溶け落ちる。グリルの近くに冷水を置き、 指で水を弾いて流れ落ちた油脂で起きる炎が起きないようにする。ブラートブルストは1953年ミルウォーキーカウンティスタジアムでのメジャーリーグベースボールにビル・スパーリングが販売してからスポーツスタジアムでの主要スポーツで人気となった。スパーリングはブルックリン・ドジャーズのデューク・スナイダーがニューヨークに1ケース持ち帰るほどの人気だったと語った。 現在、ミルウォーキーのミラーパークが、ホットドッグよりもブラートブルストが多く売れる、唯一の野球場である。オハイオ州の町、ビュサイラスでは、1967年から毎年、3日間の、ビュサイラス・ブラートブルストフェスティバルを開催している。ありがとうございます。